こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。ナナインターナショナルです。今回はですね、ダブルタップスのアイテムを、紹介させていただきます。それではまずですね、こちらですね、2016年AW にリリースされました、バッチシャツになります。もうダブルタップスではもう定番で人気の高い、ミリタリーシャツになるんですけれども、こちらは本体にですね、縦に薄く折り模様の入るヘリンボーンのコットン生地ですねを使用しております。本当は厚くて硬い生地を、タフな生地を使用しております。でフロントはですね、おなじみのまあ、フラップポケットですね。両胸にボタン付きのフラップポケットにブランドロゴとサイズスペックのインシグニアのパッチが施された、もう本当定番のミリタリーシャツになりますね。で本当生地がタフで硬いので、これは、長く経年変化とかも楽しめて長く愛用できるシャツかなと思います。そしてお次がですね、こちらが2020年 AW にリリースされました、6ポケットのカーゴパンツのジャングルストックですね。でこちらももうダブルタップスで人気の高い定番のアイテムになるんですけれども、で2020年 AW のモデルは生地にですね、こういう格子模様の入るリップストップ生地ですね、コットンと、ナイロンですねのコンボのコーデュラ生地ですねを使用しております。コーデュラですね。でこちらも本当厚く張りのあるコットン生地でタフな作りになってますね。でサイド、まあ、もも脇ですね、サイドにはアコーディオンのカーゴポケットですね、フラップがついたアコーディオン型のカーゴポケットがついております。で右の方にはこのサイズのスペックを表すラベルですねがついてますね。で裾にですね、ドローコードロゴのプリントが入ったナイロンのドローコードですねが入っております。でシルエット的には結構太いモデル、太いシルエットになりますね。ワイドなシルエットになりまして、で裾の先ほどのドローコードを調整したりして、ちょっとそういうワイドなシルエットを楽しめる、まあ、ストリートにマッチする一本かなと思います。そしてお次がですね、こちらなんですが、2020年秋冬にスポットでリリースされた、リチャードソンとのコラボのフーディーとなっております。でリチャードソンがですね、1998年に、アメリカニューヨークで発刊された、インディペンデントマガジンですね、以前昔にもシュプリームなどともコラボして話題となっていた、まあ、ウェブマガジンから派生したアパレルのブランドになりますね。ウェブじゃねえや、インディペンデントマガジンですね、そこから派生したアパレルとなっております。でこちらがですね、そちらのリチャードソンとコラボしたフーディーなんですが、本体にはですね、コットンポリエステルの裏肝の厚手のスウェット生地ですねを使用しております。でやっぱ特徴的なのがこちらですね、フロントからバックにかけてこうリチャードソンとダブルタップスのロゴが織り込まれたテープが施されておりまして、裾のカット具合もこのボディとこっちの左袖でちょっと高さが違う、ちぐはぐな縫いになってますね。でフロント部分に
ジップのギミックがついてます。斬新なデザインですね。で、バックには右肩のところにリチャードソンのアイコンですね。もう刺繍が入っております。なかなかダブルタップスではあまり見られないデザインなので、これでスポットでリリースされたアイテムはすごい注目度が高いアイテムですね。で、他にもですね、去年2020年 AUW でリリースされスポットでリリースされたフーディーですね、昔のアーカイブのロゴをプリントしたオージーフーデッドですね。それとこちらも、ニューノーマルっていうとプリントされた、メッセージ性のある今の現代のあれにメッセージ性を感じるフーディーとなっております。こちらも入荷しております。以上ですね、ウェブの方にもアップしておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。何かご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。それでは本日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。